試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。エル・アルコラスへようこそ。実況は西岡明彦、解説には日本代表としても活躍した福西崇史さんもお迎えしています。注目を集める試合になるでしょうね。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。ここはサイドへパスを出します。スローインが与えられます。チャンスにできるか。ここでなんとかボールに寄せてきました。いいボールでしたが見事にパスカット。パスが通りません。これはサイドを上がれそうです。1対1のチャンス。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。遠目から狙ってきましたがシュートはバーの上へ。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。やりました。クリアすべきでしょう。美しいパスですね。ゴール前、期待も高まります。クリアが小さい。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。いいタックルだ。ボールをキープしました。ディフェンスの見事なブロックです。体をうまく使ってキープする。攻撃を組み立てられません。ボールを失います。これは見事なインターセプト。狙っていった。このボールはキーパーが落ち着いてさばきます。タッチラインを割りました。スローインです。
Rosina. ぶつかり合っています。このパスは通らない。サイドが空いています。これはいいぞ。ディフェンダーがブロックします。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。ボールをうまく回していく。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。コーナーです。リードが欲しいところ。コーナーキックが入ります。バーに当たった。ボールは生きています。相手ボールになります。今のシュートはあと数センチずれていたら勝ち越しゴールでしたね。ロジーナ、クロスを出せるか。いいパスだ。ディフェンスがブロックしました。キャロル、しっかりボールをキープしています。オフサイドの判定でプレーが止まります。ロジーナ、絶妙なロブパスです。さあリードできるか。キーパーが止めた。ファインセーブです。目の前からのシュートですから、反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。ファーの選手を狙ってきた。このクロスはそのままサイドラインを割りました。インターセプトされました。仕掛けてくるのか。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。ハーフタイムに入りましたが、どうでしょう、前半はどちらも互角の内容でしょうか。どちらも前半は様子見という感じでしたね。このハーフタイムでの指示が重要になってくるでしょう。試合は後半に入りました。通りません。前でインターセプトした。中を確認したい。ボールを前に運んでいます。止めた。ボールが転がる。コーナーキックになりました。
さあボールを蹴った。ここはしっかりクリアされました。これはカウンターのチャンスです。前方に運びました。ボールを運びゴールに襲いかかります。狙える位置です。いいボールでしたがここはクリア。ロジーネ、中央にクロスが上がった。中央へのボールはクリアされました。キーパーがクロスボールを弾き出しました。高い位置でカットします。奪った。絶好のタイミングで前に出ていきました。非常にいい仕事してますね。未だにスコアレスとはいえここまで両チームはかなりの競り合いを見せてくれて、これはどうだ。しっかりとブロック。ボールを奪われました。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ロジーナ、見事なパスですね。ラインを割ってゴールキックになりました。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。中に入れてくるか。絶妙なパス。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。このパスはまっすぐ相手に渡ります。何を狙うのか。いいクロスが中に入った。キーパーに奪われました。いいボールを送りたい。相手に当たりスローインです。キャロル、これは狙えます。よく止めましたがここはプレーを切りたい。サイドへ展開します。ここはしっかりクリアしました。サイドにスペースがあります。マークを振り切った。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。いい位置でカットした。シュートを通さない。ここは押し出します。ベック、ここはディフェンスが対応します。うまいパス回しです。仕掛けてくるのか。出足が鋭い。カットします。スローインです。スローインは相手に取られます。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。さあリードできるか。ここはキーパーが弾き出します。通ればチャンスといったところですがやはり難しい。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが
少しタイミングが早すぎたか。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。ディフェンダーのインターセプト。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。狙える位置です。ボールをクリアしました。カウンターのチャンスです。このパスはカット。読まれていましたか。狙ってきたぞ。シュートはディフェンスが止めました。主審がオフサイドの判定です。このパスはカットされます。試合は延長戦となります。